シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなければ聖徳太子狙ってレッドスターズ引いてくってやつで。さあ、というわけで今回は聖徳太子を狙ってレッドスターズ引いていきたいと思うぜ。積み立てガチャで出なかったからここでぶち当てる。いや、まあいつも言ってんだけど、俺周回系とかやらないんだよな、あんまり。まあゴーデスとかは回るけど、でもネハンさんには興味を持ってるということで、今回は引いていきたいと思うぜ。まあね、これサバカなんだけど、ホーマカはこの前地獄を見て当ててるわけよ。まあそうやって苦労して当ててるから周回しなきゃって思ってんだけど、で提供割合ブレーメン 0.9 まあね、 0.4 なわけよ、みんなと一緒で。まあ干したままで引くわ。でキュピン狙い、そろそろ来てもおかしくない？全然来ないもん。で怖いのがマジもう絶対ワルプルギス出るよ。うーん、もう他のカウントでもすごい出るもんな。じゃあもうやっていきますか。マジで怖いわ。まあ、干したままで。うん。それでもう、かけよう。オッケー。じゃあ、引いていくぜ。頼むよ、マジ。オーラー、うわ、頼む。ここで引くんだからよ、マジで。はい、はい、はい、赤ちゃん。はい、赤ちゃん。はい、赤ちゃん。よよよ、うどわーん。いや、ここで、引いていいんかな、このレッドスターズ、マジで。いや、行こう行こう。まあ、干したままでやから。干したままでやから。オーラー！さあ、頼むよ、頼むよ、頼むよ。マジ頼むって。止まったら勝ち。ムクロちゃんか、スターズ。あ、初代大使。はい、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 止まれー。じゃあ、オーブ追加してきました。これで、干したままもあるよ。オーラー、もうこれ止まれ止まれ止まれ、マジ止まれ、ほんと止まれ、ホストマン当てんできん、マジ当てんできん、お前。はい、若いですから、はい、赤ちゃん、はい、うー、はい、まだまだ確率を下げ、はい、オーラー、おめえ、たまたま完了。おお、マジだわ。このパワー嘘でしょ。いや、これはマジ予想外だわ。やった、マジ。いや、怖い、ここでミスったら僕マジ怖い。これでいいんだよな、マジで。ブレーメンとかにならないな、これ選んでる大将、これブレーメンじゃないな。おい、オッケー、いや、マジか。嘘だろ。これはマジ予想外だわ、本当に。いや、もう選ぶよ。いや、まだわからん。まだわからん。いや、もうわかるわ。もうどんだけ信用してないのよ。もう、いいね。聖徳太子ね。もう俺は選ぶよ。いや、嘘だろ。いや、これマジベストタイミングすぎるわ。おっしゃー！オッケー。いや、さっきマジワルプルギしてた時、俺本当に、いや、マジもう心の中ではキレてた。もういろんなカウントワルプルギ揃うから。いやー、マジ最近悪すぎる結果といい結果が、なんか波すごい激しいな。フラバ前にちょっとあんまりやめてほしいんだけど。いや、うわ、もうマジか、マジということでしたわ。嘘でしょ、これはマジ驚き。うん、まあいつも悪い分が良かったかな、今回で。お腹いっぱいの服、簡単には渡さない服、おまけ。さあ、
というわけでこれはおまけなんだけども、まあ、前回の聖徳太子が初実装された時のレッドスターズとなっているぜ。法話家が動画を出した後に聖徳太子を追っている姿となっているぜ。まあ、どういうことかというと、まあ、これ、実況ね、してたんだけども、はい、ここでなんと、鬼丸ちゃんが出てくる。持ってなかったんかいと。実況はしてたんだけども、ちょっとね、まあ見せれるもんじゃないということで、今回は声を取って、後付け実況をさせてもらっているぜ。まあ裏近畿28行って、あまりにも聖徳太子ゲーだったから、すげえイラつきながら、これ撮ってんのよ。で、プラスで言うと、これね、本話家だけじゃないの、これ引いてんの。実を言うと、他のサブ2端末も課金して引いてんのよ、これが。まあ、課金という課金プラス、まあ、貯めてたものを使って引いてんのよ。で、同時進行してるから、まあ、それでもね、ちょっと実況できてなかったんかなっていう感じがあるから、まあ、今回声取ってんだけど、まあ、要するに、これ3赤ずっと引いてんのよ。マジで。本当に。だから、まあ、ジャック・ザ・リッパーもやばかったけど、この聖徳太子も実を言うと、ちょっとね、かかってんのよ。本当に。いやー、これはマジやってしまったな、本当。いや、普段なら追わないんだけどな。なんか、裏近畿28は、すごいムカついたのよ。はい、うんこ握りしめ野郎。いや、マジで、ムカついたんだよな。裏近畿28は。だから、もう、まだら味覚ブリーチコラボサンキュー。すごい、まだら味覚ブリーチコラボサンキュー。すごい、引いちゃったっていうね。で、途中から、なんかシングルを、引いてんのよね、これ。あれ、多分ここら辺から実況をちょっと黙ってたりしてたかな。まあ、こういう風に聞いてる。出てくる。で、星玉。星玉を狙ってたんだわ、これ。星玉のためにシングルしたんだわ。で、これでもうキュピン来いやってすげえ思ってたんだろうな。思ってて、出てきたのが。ゆっくりヤマトで、ちょっと嬉しいってね。ヤマトラック上げてるから、ヤマトアルファの。ちょっと嬉しかったっていうのはあると思うんだけど。そっかな？また10連引いてんのか。いや、本当はあそこでやめようと思ったけどね。まあ、なんか言っちゃってんだと思うよ、これ。本当に。いやー、やっぱ、こうなると、マジ止まらないね、本当。で、まあ、こういう風に出てくる、我が輩の力面白いわ、いい。はい。で、そっからシングルをずっと弾いてたのよ。そしたら、なんとムクロ出てきたっていうね。違うんだわと。なんでこうも俺は大使を外すのってね。で、サブの方でもね、ワルプルが出たりしてんの。この時でも。マジで。さあ、まあ、こんな感じで弾いていって、ここで、ここなんかあったっけ？なんか、あ、これかな？あ、これだ、これ。ほーら！出たな。もう、これで、もう、ってなってる。まあまあ。皆さん、限定は、本当に、追うと大変なことあるから、マジで、気をつけよう。まあ、そういうことですわ。本当にみんな、真似しないように。というわけで、次回からで、お試しあれ。お試しさすな。で、これびっくりしたな。これすっげえびっくりした。これマジかよってね。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。最近言って仕方ねえ。